丸は山際山際ソフトビックカメラソフトマップ山際ソフト山際ソフトはかつて存在した映像コンテンツゲーム音楽ソフト専門の小売業者もともと山際は早い段階から秋葉原にてソフトホビー関連商品の販売を行っていたが多角経営の一環として日本国内の都市部にチェーン展開を開始した当時は一部の店舗がソフトイン デ山ヤマギワという店名で営業していたが、後にヤマギワソフトに統一された。しかし、ヤマギワの経営不振から、2002年8月21日に、その事業、店舗はソフマップが設立した、完全子会社、ソフマップソフト株式会社へ、営業場とされた。営業場と後も、秋葉原でのソフト販売ショップとしての認知度を活かす。 ため山際ソフトの名は存続していたもののソフマップが行った事業再編により2007年6月1日にソフマップソフト株式会社が同社に吸収合併さらに同年9月に行われたソフマップ秋葉原地区店舗再編により店名がソフマップに統一され山際ソフトの店舗は秋葉原から消滅した 残る関東地区、名古屋地区の4店舗も順次店名をソフマップへと変更し、同年12月をもって山際ソフトの店舗は完全に消滅した。なお、この関東、名古屋の旧山際ソフトのソフマップ4店舗は2009年8月から10月にかけて行われた店舗再編の一環から、 名古屋駅中店内の CDDVD 売り場を除きすべて閉店することになった。山際ソフト時代のマスコットキャラクターは山際ソフ後。秋葉原地区以下の店舗は2007年9月2日にすべて閉店した。それ以降、秋葉原地区の店舗はすべてソフマップブランドに統一、再編されている。関東地区名古屋地区秋葉原地区関東地区名古屋地区。 大阪地区2004年2月10日午後2時前に秋葉原の山際ソフト館で原因不明の火災が発生した。死傷者は出なかったものの入居しているビルが1階から4階までが消失し全焼に近い状態となった。被害額は約4億6800万円だが全額が損害保険で補填された。検査の結果、ビルは 修復可能と判断され、全面的な改修工事が行われ、同年8月13日に営業再開した。後にタコ足配線による、過電流による発火が原因という報道があったが、ソフマップは報道を否定するプレスリリースを出しており、現場検証では原因不明という結果だったとしている。ありがとうございます。